カブすきじゃけチャンネル。はい、どうもカブすきじゃけチャンネルです。今回の動画タイトルはこちら、日高投手の入団会見と人的保障のルールについて語りたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、ということでですね、日高投手が入団会見を行ったということで、オリックスから FA の西川龍馬選手の人的保障でカープに移籍する日高投手が11日にマツダスタジアムで入団会見を行いました。入団会見で日高投手は、少しずつ実感が湧いてきましたと。移籍してもやることは変わらないので、そこはずっとやってきていることをこっちでもやっていけたらなと思っていますと語っていました。コスティス年目がね、終わったシーズンでいきなり移籍となって、本当戸惑いもね、大きかったとは思うんですけど、入団会見見る限り本当明るいようなね、選手で楽しみだな、本当若くてフレッシュだなというふうに感じましたし、広島のね、街にもまだ馴染みがないということをね、言ってたんですけど、だんだん慣れてきてね、くれたらいいんじゃないかなと思っています。で、広島のね、イメージについては、牡蠣が有名なので、牡蠣が好きなのでいっぱい食べたいと思いますというコメントもね、残していました。どうやらカープの内田選手も牡蠣が好きなので、一緒に行ったらどうですかっていうようなこともね、インタビュアーさんが聞いてたんですけどね、牡蠣といえば広島ということでね、宇品港とかでもね、牡蠣小屋があったりするので、そこら辺に食べに行ってもらえたらいいのかなと思ったりしたんでね、広島に来たということで、いつでも牡蠣食べれるぐらいになると思いますのでね、そこは日高投手も喜んでくれてるのかなと勝手に思いました。で、背番号は70に決定したということで、この入団会見ね、行う前にはもう決まってたんですけど、70になりました。空いてるね、番号が23とかぐらいしかね、若い数字がなかったので、ちょっと23はね、薮田投手もつけていたり、ドラフト2の薮田投手がつけていたりということで、ドラフト上位指名のね、ピッチャーにも多分残しておきたいということももしかしたらあるのかもしれないので、70ね、70助っ人外国人がよくつけてるという番号なんですけど、そこに決定したと。いうことになってます。そしてこちらがですね、日高投手の1年目の2軍フェニックスリーグ対バンウィンターリーグでの成績、改めてにはなりますが載せています。日高投手なんですけど、オリックス時代は山本由伸投手2世とも言われていました。で、日高投手自身、その山本由伸投手に憧れていたということで、ずっと由伸さんに憧れていた。ただ由伸さんは上メジャーに行っちゃったので、憧れの投手は今はいないというか、自分が誰かの憧れになれればいいかなと思いますというコメント出していましてね、非常に頼もしいなと思いましたね。山本由伸投手がいなくなったら、次はね、誰かカープの先輩とか名前出すのかなと思ったら、自分がね、誰かの憧れになればいいというね、頼もしいコメントを出ていましたので、本当にね、本当に誰かにそうやって憧れるようなピッチャーに育ってほしいなと思いますし、まだまだ投手歴が浅くて、それでもこういった成績残してね、これから伸びていくピッチャーだと思いますので、本当に山本由伸投手に並ぶぐらいね、いい活躍をしてくれたらね、嬉しいなと思いますので、期待したいなと思ってます。で、さらに自分はどんどんまっすぐで押して、変化球も混ぜながら全力投球を心がけています。一軍に行くことが最低条件、まずはそこを目指してやっていきたいと思いますというコメントも残しています。ピッチングスタイルとしてはね、まっすぐ140キロ台後半がね、出るピッチャーですので、そこを中心に押していって、で、変化球、スライダー、カーブ、フォークというね、球もありますので、それを混ぜて抑えるというスタイルになるのかなと思います。で、まっすぐに関してもね、コーンオフは150キロを目指すという目標も立てていたようですので、もしね、その150キロとかが安定して出るようになれば、さらにこの数字もね、良くなってくるのかなと思いますので、また春季キャンプから見るのが楽しみだなと思っています。で、またカープね、ドラフト1位で一昨年入団した斉藤投手とかもね、いるんですけど、日高投手の同期にあたる2年目の、高卒2年目の選手たちということで、その選手たちについてはね、オリックスでも斉藤京介がいたりして、すごく刺激になったと、カープでもいい刺激になればいいかなと思いますというコメント出していました。やっぱりね、同期というのは意識する存在、ライバルにもなると思いますし、仲間でありライバルという関係かと思います。で、同じポジションのね、斉藤投手は特にね、いいライバルになるのかなと思ってます。斉藤投手
もね、2軍でいい筋残したり、侍ジャパンとの、ね、練習試合ですごいピッチング見せてくれまして、2年目でね、ウエスタンでどんどん投げていくかなと思います。で、日高投手も同じようにどんどん投げていくかと思うんで、まあ、2人がウエスタンのね、先発としていい成績残して刺激し合いながらね、切磋琢磨して、2人とも2年目に1軍デビューなんてできれば最高なんじゃないかなと勝手に思っていますので、まあ、2人ともね、1軍で投げれるような活躍をね、まず2軍で期待したいと思ってます。はい、ということで、まあ、改めてなんですけどね、まあ、いい人的保障の選択だということをね、改めて、入団会見見てね、感じましたね。本当に若くてフレッシュで、まあ、優しそうなね、いい選手だなと思いましたので、まあ、野球もね、もちろん期待できるんですけども、そういうキャラクターの面でも、いい選手が来てくれたんじゃないかなと思いますので、早くカープ、広島の街に馴染んでもらってね、カープで活躍してもらいたいと思います。一方でですね、まあ、今オフは西川選手の FA もですが、西武から FA で山川選手がソフトバンクに移籍しています。で、そちらの人的保障についてもね、ついに決まったということで、FA 加入した山川穂高選手の人的保障として、下院の投手がソフトバンクから西武に移籍するということが発表されました。まあ、こちらね、最終的に下院の投手になったということなんですけど、11日午前にはですね、西武がソフトバンクの和田投手を獲得する方針というね、報道がありました。まあ、正直この報道を見たときは、他球団ファンではあるんですけど、かなりね、びっくりしました。まあ、和田投手といえば大英時代からソフトバンクにいて、で、何回も優勝に貢献したりね、で、メジャー行って帰ってきてもソフトバンクで投げて、で、去年もね、ローテとしても回っていたということで、まあ、年齢によるね、イニング投げれないとかの衰えはあるかもしれないんですけど、まだまだ先発できるという、もう生え抜きのベテラン投手が移籍するのかと思って、本当にびっくりしましたが、最終的には下位の投手になったということで、まあ、その経緯としてはですね、まあ、10日時点ではソフトバンクから提出されたリストから和田投手を指名する方針を固めていたが、方針通りにソフトバンク側に和田投手を打診したもののですね、まあ、反響の大きさなどを鑑み、両球団が話し合って急遽方針を転換、再度の協議の結果、西武は手薄なリリーフ補強として下位のを選び直したという情報もありましたので、まあ、最初はやっぱ和田投手を方針指名するという方針だったんですけど、まあ、この11日午前のね報道によっていろいろな意見が飛び交って、まあ、そういったね、まあ、世論といいますか反響の大きさによってね、人的保障を指名する投手が最終的には変わったということになったのかなと思いますので、まあ、ちょっとイレギュラーのね決定の仕方なのかなと思います。で、カープで言うと、まあ、誰かなって考えたんですけど、まあ、黒田投手になるのかなと思いますね。まあ、黒田投手の方がね、メジャーでの成績も残していたり、まあ、カープに戻ってきたね、経緯としてもね、あっちでのオファーを蹴ってカープに戻ってきたという経緯で、まあ、ちょっと和田投手とは違うかもしれないんですけど、まあ、背景考えるとね、和田投手もソフトバンクの、一筋ですし、黒田投手もカープ一筋で、ベテランで、いいピッチャーだということで、まあ、そういったレジェンド級の投手がプロテクトされていなかったというレベルでもね、なるのかなと思うので、もしね自分がそうなってたのと思うと本当に球団に対して不信感をね、感じますし、まあ、ファン辞めちゃうレベルの騒動かなと思うので、本当にこの報道を見た時ソフトバンクのファンはね、そわそわというかもう驚きというか怒り、いろんな感情がねあったのかと思います。まあ、最終的に甲斐の投手には落ち着いたといっても、甲斐の投手もね去年もリリーフで投げてドラフト1の投手なのでね、まあ、すごいこの人的保障の甲斐の投手からセーフ行くっていうこと自体もね、まあ、びっくりではあるんですけど、まあ、それ以上にソフトバンクの和田投手獲得されそうといったね、衝撃のニュースがあったので、まあ、そこを考えるとソフトバンクのプロテクトリスト、まあ、これ一生わかることないんですけど、どうなってたんだっていうのはね、気になるところですね。まあ、第三者ではあるんですけど、ちょっと気になるニュースになってました。で、まあ、最終的にこういうふうに世論で、まあ、打診が変わった、方針が変わったということになったんですけど、まあ、個人的にね、西武さんはカープと同じようによく FA で移籍する仲間なので、まあ、ここは強行突破じゃないですけど、和田投手ガツンと言ってね、ソフトバンクにいたい目じゃないですけど、
どね、まあプロテクトしない側が悪いとこなので本当に、まあしてもよかったのかなと思うんですけど、まあ紛糾の大きさなどを考えたということで、まあそれで変えるのもね、どうなのかなと思うので、まあちょっと人的保障のルールとしてね、どうなのかなというふうに個人的にね、感じました。もうそもそもソフトバンクがね、プロテクトしとけよという話なんですけど、まあそこをしなかったせいでこういうね、問題になっていた。で、最終的には、まあそこの方針変更してもらったということになってるので、それをちょっと許してしまったらね、今後もこれが悪しき前例になってしまう可能性もありますので、ちょっとこれをね、一つ何かしら、次に生かしてもらいたいというか、対策をね、練ってくれないとね、移籍する側がね、損するということになってしまうのかなと思いましたので、まあちょっとね、カープ、よく移籍される側としての意見になるんですけど、まあ、ここはちょっとそういったこともね、考えるような、人的保障になりました。はい、とね、また球団の人的保障についてね、まあいろいろ語ったんですけど、まあちょっと改めてカープのね、人的保障についてもね、振り返りたいと思うんですけど、ずらっとね、ここまでの FA 選手とそれに伴う保障の選手、並べているんですけど、まあ赤松選手、市岡選手、長野選手、で、今回は日高投手が加入したということになっています。で、これまでのね、人的保障を見ると、まあ本当に若手からベテラン選手まで幅広いね、選手を人的保障に指名しているのがわかるかと思いますね。今回の日高投手は、まあ最年少ということで、まあ高卒2年目のピッチャー。で、非常に若いピッチャーになりますが、まあ過去はね、長野選手というね、巨人生え抜きのベテランもね、獲得していたり、で、また赤松選手や市岡選手も獲得しているということで、まあ本当にいろんな選手をね、獲得しているかなと思います。で、ここを選ぶ基準としては、まあそのもらったリストの中で、まあ、その時のチーム状況に合った最もいい選手をね、選択してるんじゃないかなと思います。まあ、今回も西川選手が抜けるっていうことなんですけど、まあ、外野はね、比較的期待できそうな若手もいるという状況。で、どこが足りないかといったら、若手のね、世代の先発、次世代のね、先発候補がちょっと足りない、層が薄いかなということで、まあ、そんな中でいい数字も残してる日高投手が漏れていたので獲得したということ。で、まあ、長野選手の時にも丸選手の移籍伴って外野のポジションが空く。で、まあその時は主力級のね、選手がいなかったということで、長野選手獲得したりということで、まあ非常にね、いい選択ができているんじゃないかなと思いますので、まあ本当にこの人的保障という制度をうまく活用できているのかなと思います。で、まあ、他球団からしてもね、まあ、カープの選手獲得するとなると、人的保障で、まあ、こういう、いい選択されるとなると、まあ、ビビるよね、なってくるんじゃないかなと思います。まあ、これはないと思うんですけど、まあ、そこビビってね、ちょっと FA 誰かしたけど、遠慮しとくなんてこともね、なってくれればありがたいと思いますし、まあ、今回もね、前回カープ長野選手取ったという経緯があったので、まあ、オリックスさんもベテランのね、選手を、プロテクトしないといけないとなった結果、こういう若手のプロスペクトのね、日高投手が外れたということにもなったのかなと思いますので、まあこれまでの本当積み重ねと言ったらですけどね、いい選択ができていたおかげかなと思います。まあでもやっぱそもそもね、こういった FA での流出を止めれるようになればね、一番いいのかなとは思うんですけど、まあ FA で流出したとしても、こういうふうに人的保障でなんとかカープやってくれてるというのはね、いいのかなと思いますので、まあ日高投手がこれからカープに何年在籍するか、通算成績どれぐらいになるかというのはわからないんですけどね。まあここ一番いい数字が乗るようにね、頑張ってもらいたいと思いますので、期待していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画では人的保障でカープに加入した日高投手の入団会見の模様と人的保障について語ってみました。日高投手にはカープで大きな大きなピッチャーになってもらいたいと思いますので、応援していきましょう。このチャンネルの登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。